にちは、ひなたです。今日はプロデュース101ジャパンのテーマ曲が発表されたので、そちらの動画のリアクションとプロデュース X101 について話していきたいと思います。 K-POP 好きな方だったらプロデュース101について知ってると思うんですけど、プロデュース101っていうのは、まあ、101人の練習生100人なちょっと101人の練習生が、まあ、オーディション、サバイバルオーディション番組に参加して勝ち残っていった最終11人がデビューするっていう、まあ、韓国のオーディション番組になってます。で、これまでシーズン1、2、3だったのかな。最初のがプロデュース101で IOI がデビューしました。で、その次のシーズン2では101がデビューして、で、シーズン3はプロデュース48っていう AKB の子たちが出てたやつで、で、最近新しかったのがプロデュース X101 で X1 がデビューしました。で、その時の筋トレ動画も出してるぐらい私もすごく見てて、韓国のオーディション番組見るのすごく好きなので、その他にもトレジャーボックスとか、あと中国の偶像練習生アイドルプロデューサーも見たし、シーズン1も見たし、シーズン2は瀬口のハオくんがダンスの先生として出てて、それ見たかったんですけど、動画いくら探しても見つからなくてまだ見れてないんですよね。シーズン1が女の子で、シーズン2男の子、シーズン3女の子、シーズン4男の子っていう感じでやってたんですけど、まさかね、日本にも来るとは正直思ってなかったです。はい、やっぱり K-POP と日本のアイドル業界ってちょっと私的になんですけど、ライバルみたいな感じなのかなって思ってたし、だからプロデュース48で AKB の子たちが参加したのもすごくびっくりしたし、やっぱり日本人がどんどん K-POP に受け入れられているのかなっていうのも思ったし、すごいいい傾向だなとそれは思いました。なんですけど、今ちょっとね、日韓関係もあまり良くないし、この番組もね、そういう関係でごたごたならなかったらいいなって思うんですけど、まあ日韓関係いろいろありますけど、私が K-POP 好きなのには変わりないので、これからも K-POP 情報を発信していきたいと思っているので、早速プロデュース101 Japan について紹介していきたいと思います。 YouTube の方にそのプロデュース101 Japan のアカウントがあって、そこでテーマ曲が発表される前から101のメンバーパクジヒョン君がメッセージ残してたり、あとプロデュースシーズン2に出てた高田健太君、日本人の高田健太君もメッセージ、応援メッセージ残してたり、高田健太君は JBJ っていうグループでデビューしてたんですけど、あと IZONE のみんなからもメッセージがあったりっていう風に、結構 K-POP 側からも応援されている番組なので、すごく私も不安 50% 楽しみ 50% みたいな感じでちょっと楽しみにしてました。で、まあその不安要素っていうのが、韓国のプロデュースシリーズだとみんなほとんどが事務所に所属してる練習生の子たちが出てたんですけど、この日本のやつだと練習生とか事務所に所属してる子がまず応募できないっていう、応募資格のところに、そう、応募時点で他のプロダクションに所属していない方なので、アイドルの練習生とか俳優さん、モデルさんとか、そういう事務所に所属してる子は出れないので、結構まあ素人ばっかりになっちゃうのかなって思ったので、ちょっとクオリティがどうなるのかなっていう心配と、あとやっぱり日本でね、こういうがっちりしたアイドルの番組っていうのも今まであんまりなかったと思うので、ちょっと実力とかも全く分からなかったし、あんまりそういう誰が出るみたいな情報もそんなに出てなかったので、どんな感じになるのかなっていう心配は少しありました。このオーディションっていうのが4月11日から5月31日まで練習生の応募を受け付けてたみたいで、で、応募資格は2019年7月末時点で義務教育を修了している満16歳以上から30歳以下の男性、ボーカル、ラップ、ダンス経験者歓迎、でも未経験者も OK っていう風に書いてます。で、日本在住の方で、日本在住だったら外国籍の方でも出れるそうです。で、さっき言ってたみたいに事務所に所属していない方、プリュシリーズはみんな合宿場に泊まって合宿をしながらサバイバル番組をやっていくっていう感じだったので、このジャパンのやつでも8月以降にトレーニング合宿が行われていたみたいです。で、これは日本の吉本興業と韓国の Mnet っていう音楽番組が一緒になってやったっていうね。でも今ちょっと両方ちょっとね、大丈夫かっていう、 Mnet も、ね、X1 の方がちょっと荒れてたりして、大丈夫っていう、そこの不安もちょっと正直ありましたね。はい、けどメインスポンサーがソフトバンクなので、それはすごく大きいんじゃないかなと思います。
プリュージャパンの YouTube チャンネルでなんかスカウトとかも番組内でやってて、だから全然今までのプリューシリーズとは方向性とかも違うのかなっていうふうに思いました。今までのプリューシリーズだとやっぱりみんな本当にアイドルになりたくて頑張ってきた練習生の子たちがプロデュースシリーズに出てたんですけど、今回だとなんか美容師さんとかもスカウトしてて、かっこいいですね、このプリュー応募してみませんみたいな感じのノリでやってたので、まあ、趣旨が違うのかなっていうのは正直思いました。なんですけど、あのプロデュース X に出てた上原純くんも、ね、今回参加してるし、あと YouTuber のヒョクくん、私ヒョクくんもすごい好きで YouTube チャンネルよく見てたんですけど、この2人も事務所を辞めてこの番組に出ているので、やっぱり本当にアイドルになりたい子たちもたくさん出ていると思います。なのでその子たちがね、本当にスポットライトをちゃんと浴びて、やっぱりね、どれだけテレビに映るかっていうのもすごい人気投票には差が出てきちゃうところなので、ちゃんとスポットライトを浴びてデビューできたらいいなって思っています。では早速テーマ曲見ていきましょう。おお、そう、ロゴが富士山なんですよ。めっちゃ今までのプリみたい、かっこいいですね、セットが。おお、ナイナイ。そうなんですよ、今回のコクプナイナイなんです。めっちゃ岡村さん顔緊張してる。世界で活躍する新たなボーイズグループを作る準備はできていますか？プロデュース101ジャパン It's Showtime。 やば、セットすごい金かかってますね。お、センター、おお、かっこいい系ですね。あ、ちょっと今の X1 っぽかった、ジマっぽかった、ジマ。で、今までのセンターってデフィとかドンジョとかかわいい系だったんですけど、かっこいい系ですね。5日目。うまい、みんな。あ、出てきた、ビールだと。あ、でも韓国っぽい子多いですね、センターの子に。ちょっとビッグバン感ある。あ、うわ、ジャンプ。ヘアンっぽくないですか、センターの子。かっこいい、めっちゃいい歌、すごいな、ほんまプデュだ。正直ちょっとあんまりね、今までのプデュほど期待をしてなかったんですけど、期待以上ですね、これ。おー、かっこいい、めっちゃなんかリズムいい、耳に残る。横浜流星君っぽいましたね。これも自慢っぽくないですか。うまいな、センターの子。ソロですね、これは1位の特権。これはダンスのコンセプト評価で、これはこのテーマソングのダンス評価を多分ね、今までのプールだったら動画に撮って、でそれで
先生たちに A クラス、B クラス、C クラスっていう A が一番上で与えられて、その中の A クラスの子たちの投票でセンターの子が決まるっていう感じでした、今までだと。あれ、この下の子たちがね、本当に初心者の F だったかな、まだ本当に経験の子たちがステージに上がれないみたいな感じだったんですけど、すごい完全に決まれて、ダメか、でも予想以上のクオリティすごい。もっと、最後誰抜かれる？おお、センターセンター、 K-POP っぽいですね、 YG にそう、あかわいい、かわいい系多いうわ、絶対いいキャラしてる、ヨクくん、ヨクくんいた、上原くん、なんかでも幼い子多そう。え、めっちゃ良かったんですけど正直ちょっとね、期待値は今までのプニューに比べたら低かったです、本当に謝りたいぐらい、すごいハイクオリティでしたね。ちょっと今のテーマ曲見ただけだとピックは選べなかったんですけど、プロデュース101ジャパンのサイトでもっと詳しく練習生を見ていきたいと思います。あ、練習生じゃないね、メンバーまずサイト開くとこういう感じで YouTube のさっきのテーマ曲のリンクが出てくるので、もっと詳しく見たいという方はぜひ見てみてください。で、 YouTube でプロデュースのままジャパンって調べても一番上に出てきます。で、これ公開時間がね、朝の4時とかだったんですよ、今日の。なんでみたいな、なんか多分朝のニュース番組とかに間に合うようにその時間にしたんだと思うんですけど、いや、そんな時間にあげても見ないよ誰もっていうね、今は SNS の時代だよって言いたいですね。置いといて、では見ていきたいと思います。9月14日第1次現場評価、スタジオ観覧募集だって、行こうかなあ、でも多分バイトだな。あなたの推しメンに投票してくださいということで、やっと投票権を得れるわけですよ。今までね、プデューでは国民プロデューサーということで、外国の方はね、今までのプデューには投票できなかったので、今回初めて投票権が得られるっていう感じですね。あ、そうだ、放送日、初回の放送日が9月25日の水曜日の12時からかな、 TBS 系列で放送されるみたいです。で、それからはギャオで9月26日木曜日9時からスタートするそうです。では練習生見ていきたいと思います。この安藤さんかっこいいですね、安藤くん、ひょくくんいますね、ダブル安藤さんかっこいいですね、二人とも男らしい。ヒョクくん、イ・ミンヒョク、28歳なんだ、ヒョクくん見えない。必ず歌とダンスで国民プロデューサーの皆さんへ思いを届け、勇気と感動を届けてみせます、よろしくお願いいたしますとのことです。頑張ってヒョクくん。あ、上原純くん、夢を諦められない自分にとって最高の機会だと思ってます、皆さんの期待に応えられるよう常に努力し必ずデビューしますということで、うん、頑張ってほしい。上原純くんはね、確かセカンドステージか何かで落ちちゃったんですよね、プデューで。本当に頑張ってほしい。小沢俊也、あの子に似てません、あのプロデュース、違うトレサのトレジャー13の、名前忘れちゃった、この子にめっちゃ似てる。みんなでもどうなんだろう、大学生とかかな。あ、センターの子だ、川尻蓮くん、蓮くんっぽい顔してますね22歳。ちょっと調べたんですけど、この蓮くんはワナワンのバックダンサーとかもしてたみたいですね。通りでダンスうまいわけだ、やっぱり K-POP 好きで応募した子も多そうですね。まあそうだよね、韓国っぽい子多いし、でもやっぱメイクとかでそう見えてるのかもしれないですね。キムヒチョン、あ、そうそう、で韓国のアイドルグループヘロっていうので活躍してたメンバーも3人参加してるみたいです。誰ピックだろう、ちょっと難しいわ、まだやっぱね、見ないとね、わかんないですね。でもやっぱ韓国版と違うのは肌焼けてる子が結構何人かいますね、部活日焼けかなサーフィン、スケボー、空手、アクロバット、すごいな。あ、で辞退した子が2人いるみたいですね。なんで99人で番組が始まるっていう感じですね、っていう感じです。もうすごい思ってた以上のハイクオリティで、すごい楽しみです。
で、やっぱり日本だと K-POP みたいにいろんな事務所がいるわけじゃなくて、今売れてるって言ってパッと思いつくのはジャニーズ事務所の子たちと、あと LDH、EXILE とかの子たちなので、もっといろいろね、ジャンルが多種多様にあってもいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあすごく楽しみですし、この放送が終わった後もプロデュース101ジャパンについての動画もどんどん作っていきたいと思うので、ぜひ皆さんもテーマ曲とかチェックしてみてください。で、もし皆さんもピックいるよっていう方いたら、ぜひコメント欄の方に書いていってください。バイバイ。